はい、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好きハルキンマリです。はい、ということでですね、先日、東京でですね開催されました、ゲームインパクトさんのイベントレトロゲームで遊び場の方にですね、日曜日6月の26日日曜日に、ゲストとして、お邪魔させていただきました。そちらでですね、じゃん、このゲームインパクトさんの福袋、これはですね、10袋購入してまいりました。イエーイ。その時の、はい、ウキウキな映像をねちょっとご覧いただければと思います。はい、こんばんは、はるきまりです。見てください、じゃーん、ゲームインパクトさんの福袋です。1個1000円にめちゃめちゃいろんなゲームが入ってると噂の、はい、福袋になります。もみもみ禁止って書いてある何個かをめっちゃ迷いますね。しかも見てください、2つ以上購入するとこの福袋の缶バッジがゲットできるらしいです。何個か、何個までだったら買っていいですか？もう何個か本当？はい、もうあの大人買い OK ですから。大人買い OK、 じゃあ10個。お、すげえ。でも袋ないわ。あります、あります。本当ですか？これで10個買います。かわいい、かわいいじゃーん。じゃ、あ、逆や、はい10個買ってですね、開封お家でしようと思います。はい、ということでもうねウキウキの状態でもう大量購入してきたわけですよ。めちゃくちゃ重かったからね、帰りでね、今日はその福袋を、まあ10袋実はもうね開封したんですよ。もう待てなかったの、動画を撮りながら開封するの10袋時間かかるし待てなかったんで開封したんですけど、あのね大体、5、6個ぐらいかな、はい、ゲームが、入ってるんですよ。ランダムでかなりねなんか悩んで組み合わせを組められているという、お話でしたがはい、それでなので大体だから10袋かける、まあ、6としたら60、5、60ぐらいかゲームをですね、まあ、ゲットしたというわけなんですけれども、その中でですねちょっとこれテンション上がったよっていうあの福袋に入っててすごい嬉しかった、私がとてもテンションが上がったものをですね今日はいくつか、ご紹介しようかなというふうに思います。これね、あのぜひあのレトロゲームで遊び場というゲームインパクトさんのねイベントに、行く方いたらぜひご購入ください。ファミコンから、メガドライブ、PC エンジンとかねセガサターン、PS、PS2 など様々なレトロゲームの集合体ということでね結構いろいろ入ってたんですよ。なのですごい楽しかったんですけど、はい、この中でね、私があのテンション上がったやつを今日はですね、ちょっとご紹介していこうと思います。イエーイ。ということで早速ですがまず1個目はこちらです。じゃーん、PS プレイステーションの初代のですねかげろう国名館新書でございます。こちらはですね、1998年にテクモさんより発売されているアクションゲームになっています。はい、3D トラップバトルゲーム殺戮の舞台が今始まる。これねすごい嬉しい。侵入者を罠にかけよ、それが少女に与えられた使命ってのは書いてありますね。ね中はこんな感じです。これはこの国名館シリーズっていうのがあるんですけど、それの、2作目の、作品になっています。はい、多分有名なやつで言うと「かげろうもう一人のプリンセス」とか「かげろうダークサイドプリンセス」とかが、まあ結構これよりも新しくて有名なんじゃないかなというふうに思いますが、この
ちょっとコックメカ新車はね、結構テンションが上がっています。はい、まあね、この主人公がその武器を持たない代わりにですね、いろんなトラップ罠をね、仕掛けて、で侵入者たちを倒していくっていうような内容になっています。しかも、マルチエンディングが採用されているので、かなりやり込めるゲームなんです。これは嬉しい。はい、ぜひね、ちょっと近々実況でもあげたいなと思う。はい、入っていて嬉しいソフト1個目でございました。続いて私がですね、テンションが上がったもの2個目はこちら、これなんですけど、こちらケースから取っちゃいますね。じゃーん、じゃじゃん、ディスクシステムです。ディスクシステムのワードナーの森でございます。いいでしょう。ワードナーの森はですね、もともとは1987年に稼働したエコスクロールアクションの、アーケードゲームがベースになっています。はい、まあ内容と結構ね、多分有名な作品なのでご存知の方もいるかもしれないですけど、内容としてはですね、主人公の少年と少女が、不思議な森、ワードナーの森に、迷い込んでしまいですね、少女が、水晶玉に変えられて連れ去られてしまうと。それをですね、助けに行くというような話になっています。まあ、何が言って、この、さ、ディスクシステムの、ちょっと私のね、好きなところを語るとね、ここのさ、ロゴの、任天堂のロゴの入り方が好きなわけよ、まず。で、こう、なんか、カチャカチャってやるあの音ね、はい、がとても好きでございます。ということで、ワードナーの森は、このディスクシステム以外でもですね、メガドライブに、移植されているものになっていて、なんか噂によるとあれなんですよね、 PC エンジン用も、発売しようと思ったけど結局しなかったみたいな、ソフトになっています。これもね、ディスクシステム私持ってるので、ちょっと近々あげられたら嬉しいななんて思っている一個でございます。はい、これはテンション上がりました。続いてですね、私が、入っていてテンションが上がったものはこちら、じゃん。ソフトじゃないけどね、はい、これね、ゲームキューブ用のマイクになっています。あのマリオパーティー6とか、あと7とか、伝説のクイズを決定戦とかね、ゲームキューブのそこら辺のソフトで使えるものでございます。しかもね、聞いて、これね、2個入ってた。あの10個中2つの袋に入ってたんで、私の家ね、今このね、ゲームキューブのマイクが2個あります。はい、これはまあなんかちょっと前持ってて売っちゃったんですよ、私引っ越しのタイミングで、 なのでめっちゃ懐かしかった。はい、まあいつかね、これで、はい、一人でゲームキューブで遊ぼうと思います。ということで、これもちょっとなんかね、嬉しかったというか懐かしかったです。はい、なのも入ってるんですよ、ゲームインパクトさんの福袋は。すごいでしょ、ソフトだけじゃなくて周辺機器も入ってるんですよ。1個はこちら、じゃーん、まあ、レトロゲームかって言われたあれなんですけど、Wii のですね、マリオ&ソニック北京オリンピック、イエーイ、これは結構有名だし名作なんじゃないですかね。あの任天堂さんとセガさんが共同開発したソフトでございます。カカーン、これはね、私めちゃくちゃ嬉しくて、Wii も持ってるんですよ。でね、まあ多分オリンピックあるじゃないですか、私みたいなね、引きこもりはですね、オリンピックの時期はお家でね、この Wii でね、一人でオリンピックを遊ぼうと思います。これはですね、2007年に発売されてるから、私的にはもはや最新ゲームですね。で、DS とかでもね、確か出てたと思いますが、はい、私が今回ゲットしたのはこちらの、Wii の、マリオ&ソニック北京オリンピックでございました。はい、おまけのコーナーなんですが、他にもですね、最後にちょっともうとっておきの紹介したいんですけど、他にもいろいろな、レトロゲーム入っておりました。例えばこちら、じゃん、高橋名人の大冒険島、スーファミのやつですね。はい、ファミコンのこの高橋名人の冒険島、私持ってるので、ちょっとセットで遊びたいなと思いますね。これは、はい、これも入っておりました。あとはセガサターンのね、ソフトとかドリキャスのソフトとかも結構入ってたんですよ。
セガサターンで言うとこのバーチャルファイターの CG ポートレートシリーズの影丸見て、カラオケを選択するとねカラオケも楽しめるんですよ。こんなものとかも入っておりました。あとはですね、例えばもうちょっと実況早速上げちゃったんですけれども、この PC エンジンのね、はい、ブロディア、びっくりするほど難しかったけどこういうのが入っていたりとか、じゃん、こちらの集まれメイドインワリオ、めっちゃ懐かしくない？はい、ゲームキューブのねこういうのも入っていました。そしてそして入っていた中でですね、私が一番テンションが上がったものこれでございます。じゃーん、ディスクシステムの、ゴルフジャパンコースでございます。はい、これはですね、1987年に発売されているディスクシステム用の、ゴルフのゲームになっています。まあ見ていただくとわかるかなと思うんですけど、マリオが出てるやつですね。これはジャパンコースですけど、US コースとか、マリオオープンゴルフとかね、いろんな種類ありますが、これはね、結構しかも見て、ケースもしっかりしてる。で、中もね、ちょっとこんな感じで、ふぅ、すごい入ってる。そして見てください。なんかね、緑っていうところの値段がついてる。3500円って書いてありますね。福袋1000円だからね。すごいよ。わぁ、見て見て。当時乗っていたあれですけど。かわいいわぁ、マリオが。見てください、お尻プリッとしてる。そこじゃないだろうけどね、注目するとこは。はい、こんなものが入ってたわけでございますよ。これめちゃくちゃすごくない？はい、当時はこれね、全国トーナメントの開催とかがあって、その時は、ディスクファックス、その全国の400カ所ぐらいになった、販売店にある、ディスクファックスを、まあ、利用してね、やったりとかしてた、ものになりますね。いやー、これはね、テンション上がりましたよ。もう結構お宝、私の中で。はい。こんなものが入っておりました。ということで、はい。今日はですね、ゲームインパクトさんの、イベントの方で、買わせていただいた福袋の中で、私がですね、開封して、テンションが上がったものをですね、いくつか、ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか？持ってるよっていうソフトもあれば、なんかそれちょっと羨ましいなみたいな、ソフトもあったのではないでしょうか？ぜひですね、皆さんゲームインパクトさんの福袋、ご購入してみてはいかがでしょうか？1000円でね、一つなんですけど、もう結構ボリュームあってね、開けるの楽しいです。はい。ということで、本日は、以上になります。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントなどなどいただけたら嬉しいのでよろしくお願いいたします。じゃあねー。